はい、お読みなる、本日はですね、政治家の、自宅が、建築が合法的にされているのかどうなのかということを、知りたい、または、違法じゃないかというふうに、言う方がいた場合にですね、憶測だけで、勝手に物事を言ったりすれば、まあ、今でいう誹謗中傷に、当たるので、まあ、軽々に、そのようなことを、まあ、近くの人に、言うっていうこともですね、はばかられるのではないでしょうか。そこでですね、今回ですね、私が、ここに書きました、政治家が信用できない方に向けた、今回は動画になっております。2つ目に、岸田文雄の丸抜は違法建築なのかということが、主張していただくと分かります。そして3つ目にですね、丸抜を閲覧して分かったことについてお話をいたします。でこの動画を見ることによってですね、あまり本職ではない、知識がないという人でも、近くにいる政治家がですね、どうなっているんだという時に使える場合があるかもしれませんということでお話をしていきます。はい。そしてまたいつもの通り、公職選挙法を守れ。1にも2にも3にも公職選挙法を守れ。国民の皆さん一人一人が、目の前の政治家に一生事をしていこうではありませんか。第2の河合克行、河合案里を身近な地域から排出させないためにも、皆さん1にも2にも3にも声に出して公職選挙法を守れ、声を上げていってください。では本題に入りますね。じゃあ何なのかって言うとですね、インターネットで調べてみればすぐ分かります、建築計画概要書というものがあります。この建築計画概要書っていうのはじゃあ何って言うとですね、実は広島市の場合ですとですね、提出した、建築計画、環境計画書などの内容については、計画書提出日からおおむね1ヶ月後に、ホームページおよび担当窓口で公表しますとなっております。で公表期間はおおむね5年間って広島市の場合は書いてありますね。そして、問い合わせに対しては都市整備局の指導部、建築指導課第二指導係というところに行くと教えてくれます。もちろんですね、その時に、その調べる、場合のですね、まあ、相手の住所等を、確認していくということが、まあ、基本的には対象です。じゃあこれどういうことが書いてあるかというとですね、まず建築計画概要書と書いてあります。そして、名前が書いてあって、住所が書いてあって、電話番号が書いてあります。そして、地名、地番、用途地域、防火地域、使用用途等が書いてあります。そして、敷地面積、建築面積、延べ面積、そして、建築者と代理人等が書いてあります。結果、岸田文雄の自宅はどうであったか、特に問題はありませんでした。以上、本日は、政治家の建築計画概要書とはいかなるものかということについてお伝えいたしました。